ファーストステージは全球エリア構成。第1エリアは新エリア九段飛び、そこからローリングエスカルゴに続くとマイナーチェンジが施されたジャイアントスイング。前回猛威を振るったツインライダーを超えた後、復活エリアのジャンプハーブで、そして新エリアディメンションウォールが現れる。第7エリアスティングローバーの新エリア、これまた復活エリアムーブジャンプを超え、ハートシンカーを登った先ゴールボタンが現れる。制限時間は120秒。これ新エリア、ジャイアントスイングの坂の形状バージョン。さあここはちょっと遅いか、ちょっと遅すぎた。初出場ながら今回レベル高い挑戦者が集まっている。さあそこはどうしようか、ジャイアントスイングしっかりと着、シャーッと着地したが、本当に1枚2枚さ、ここは慎重に踏んでいくが、となんとついに開幕したサスカラフィー第8回大会、序盤戦の猛威を振るうのが一転された第3位でジャイアントスイング。ジャイアントスイング、ここが難関、ジャイアントスイングさあ飛びついて、ちょっとここが遅れてしまった、落ちてしまった。13人が挑戦するもジャイアントスイング攻略者にまだ現れず、うわーっと傾斜を耐えることができない。耐えきってここからが勝負になってくるか。3回転目、さあどうぞ、あっとこれは鉄骨を掴んでしまった。さあ秀森がこのジャンパンで飛ばす、どうでしょうか、とこの壁にちょっとクリフ苦戦しているか、ちょっとクリフ苦戦している、ちょっとこのレールに落ちてしまった、ここ伸びて割れるかというところで落ちてしまった。はい、と壁のことを見て乗っています。さあ動く足は同時に動いております。さあここはあっと1回目、ここはちょっとこの上下の上下の壁に翻弄されてしまったか。さあもう1回戻るか、とゾンビフここでリタイア、クリフハンバー、ゾンビフがディメンションボールを飛ばすのをいずれもリタイア。このファーストステージ一体誰がピンゴールを取るのか、そこの動作、そしてジャイアンスイングについていくか、これはいったか。しかしながら油断してはいない、外すんか、んとずっと苦戦しているか、ちょっとハードシンカーで苦戦している。しかしながら、なんとかじじじじ、なんとか登っていって、そしてボタンは目の前。イマジン、ゼッケン27番、ファーストステージクリアです。2秒、2秒、さあ、またしても最終エリアの前で。です。さあっと、ツインダイヤ、リタイヤ。ほら、ちょっと登れない。残り4秒、クリアしていけるか。さあっと、ここは思い切って、なんとか戻っていくか、バーっと。ここは焦ってしまったハームラビト、なんとハームラビトで最後このファーストステージ。これまでファーストステージはうまくいっていた挑戦者たちも今回はうまくいかない。サード経験のある精鋭たちが次々と飲み込んでいる。クリア者は今だ一人で、残る挑戦者は3人。さあ最後の左側、あっとこっち危ない、危ない、あーっと踏み切りですとまさかの、ちょっと前で、あっという間に落ちて、あーっとなんとだけ一気な跳躍を見せていきます。そしてジャイアントスイング、あーっとなんという戦い、ここを登る戦い。さあ10秒いくところ、さあしかし一気に登って 7.3 秒。さあ時間との勝負、ハートシンカーとの勝負。しかしながら、最後、行きました。ここ、なんとマリオさんが、このディメンションで、なんとタイムアップ。ここはもう行く間もなく、そしてハートシンカー。やはりこの男は違うか。この男が完全制覇者、青色だ。なんと、43秒を残して、4人目のクリア者と名乗りはありました。50人の競技が終わり、クリア者は4人。ここから何人がサードステージに駒を進めるか。セカンドステージもリニューアルされ、全6エリア構成。第1エリアは新エリアフライシューター。そして第2エリアダブルリバースサーモンナダ、制限時間は70秒。さあこの島人まず風船シューター、ああ落ちてしまった。さあなんとか掴んで対岸に移っていけるか。さあっとなんと久々のこのセカンドステージ、ここ初体験。さあこの初体験のあっとなんとクイックスパイダー、最後のパスルーグラウルはもうあっという間、全滅の心配は奇遇に終わりました。セカンドステージを終えクリア者は青色のみ、たった一人のサードステージが今始まる。空中庭園サードステージは全6エリア構成に変化。第1エリアは新エリアロッテアーク、そして第4エリアに第1の難関ウルトラクレイジークリフハンガー、続く第5エリアに第2の難関バーティカルリミット界が連結して連なる。最終エリアパイプスライダーを超えた先、ファイナルが待ち受ける。制限時間は無制限。さあ3本目、3本目は間隔が空いている、あっと青色、あっとその3本目、間隔の空いた運び移り落ちてしまいました。